久保さん、まあ、知識大事ですね。知識、知恵。これが人間が唯一持っているものじゃないかなと思いますね。まあ、ただ、知識やあ、知識や知恵があったとしても、それをつ使わなければ、何の役にも立たないっていうねそう。だから使わないんだったら逆に言うと、知恵とかその知識は、 逆に言うと無駄になると迷いになると。だから何だろうな。知識は迷いを誘うにしましょうか。知識は迷いを誘うっていう。こういう意味じゃないですか。知識は迷いを誘う。知識は迷いを誘う。まあこれね、いろんなことをたくさん知れば知るほど迷うんですよね。 まあ、ここで迷わないために何が一番大事かっていうとこれはねもうシンプルに決めることですね決めるより確定させるってことですねうんあのー、でまあ久保さんの上級あ久保さんねこのこの昨日か昨日本を買ってきまして久保さんの言葉が本に書いてありましたよちょっと待ってくださいね 決めること、確定させること、確定させるそしてどうすればいいのか忘れることですね <laughs> 久保さん「宇宙に上手にお願いする方法」っていう本がありましてピエール・フランクさん、はい、あ私の願いも叶ったお願いは一旦忘れると叶いますお願いは一旦忘れると叶うっていうねこれどうですか ここ3万から出てたんですけどそう宇宙にお願いする時のポイントまるであるで形をお願いする否定型は使わない願いを書き出す感謝の言葉を付け加える疑いを捨てる願ったことを忘れるまあ久保さんが言ってたようなことですねあのねえんでしたっけあの 宇宙のあ人ですよ、ね、宇宙のそう要はなんだ確定はさせるんだけどもそこに固執するともこれが出てくるんですよね要はなんで俺はこんなに頑張ってるのにそこに到達できないんだっていうこの思いが出てくるんですよねそうだから人間って難しいんですよねだから決めること確定させること未来を確定させること想像することすごく大事なんだけどそれを一旦 保留にするというか忘れて忘れるそして無の境地がむしゃらにそこに向かって日々一生懸命やるそうすると気づいたらそこに到達しているっていう感じですよね、うん、例えば山登りもそうなんですけどまあ頂上に行くって決めて多分ねあの山登ると思うんですけどあのその山の頂がね大きいから多い方,多い方あの なんか長いほど「まだあそこか」みたいな「ふわー大丈夫かな」みたいな「まだあそこかな」みたいなだけど一旦それを忘れる捨てることによって一歩一歩ねこう着実にね山をこう登っていくわけですよ一歩一歩慎重にでそうすると何だろうな気がついたら山の山頂についてるっていうねそう 一一歩一歩楽しむというかね、うん、まだまだあそこに行けないなではなく一歩一歩登山を楽しむっていうねそうすると勝手に、えー、頂上についてるって、まあ、難しいですね人間っつうのは人間っつうのはね難しいですねでもこれをね習得できるのは結構なかなかできないですよねこれをやっぱそのロジック的にというかやっぱ やり込んだ人しかやっぱここの頂には頂というかねこの思想哲学というか考え方っていうのにはなかなかいけないのかなと思うんですよねうんそうまあ僕はもうなんか分かっちゃったんでとりあえず日々やるだけなんですよで結局積み上がってってまあこの YouTube のチャンネル登録もなんだかんだ言ってね久保さんにも言われましたけどなんだかんだ言って確実にちょっとずつ増えてるっていうね よく増えてるな。なんか小野沢さんがね、前なんか動画撮ってたんですけど、1ヶ月でね、1人も増えないみたいなね。<laughs> 僕ね、多分ね、1ヶ月で1人も増えないってことは多分ないんですよ <laughs>、ね。もう本当に、あの、ちょっとずつこう、あの増えてますね。ちょっとずつ。うん。でもその、チャンネル登録に依存しないというか、別にそこを目指してるわけではないんだけども、勝手になってるっていう。だから、 一歩はね、1ミリぐらいでしかないんだけど、その1ミリがどんどん結局積み上がっていくと、10センチになり、20センチになり、30センチになり、40センチになりっていうことですよね。まあ、ヒカキンさんも分かりやすいですよね。10年やってね。この前1000万に行きましたけど、すごいですよ。10年ですよ。ヒカキンさんのタイムスケジュール、Google の,あのカレンダー、うん、ほぼ全部埋まってますからね、1ヶ月。<laughs> 全部ブワーみたいな。 で、結局、その、まあ、インターネットっていうのは二次曲線なんですよね。だから、その、ヒカキンさんね、1000万人いってね、すごいんですよ。もう確かね、1,10万人ぐらいいるんですよね。もう、もはや。<laughs> ヒカキンさんね、すごいですよ。なんか、10万人がちっちゃく見えるっていう。多分ね、今、チャンネル登録が、ほら、1,10万人。<laughs> いや、普通の人だったらね、10万人行くのにしんどいわけじゃないですか。 もう秒で10万人いってましたからね。なんか、気がついたら、みたいな。そう。すごいですよ。だから、ヒカキンさんも10万人いくまで、10万人いくまで結構時間かかったと思うんですよね。多分10万人おめでとう動画は撮ってんのかな。結構何年もかかったと思うんですけどね、10万人。 多分10万人おめでとう動画撮ってるはずだと思うんですけど10万人何年やったんだ10万人まで10万人こか検索したもん検索して10万人って出てくるかな 多分ね2年ぐらいやってんじゃないですか登録者10万人突破っていうあの8年前ですね久保さん8年前に10万人ヒカキンさんがあのなんだう行ってその10万人から1000万人になるまで8年かかってますね <laughs> 10万人から1000万人になるまで8年かかってるんですね で多分10万人になるまでに2年以上かかってると思うんですけど、初めてからね。だからまあ2次曲線ですね。その2年かかって10万人になった時間を、今もう秒でね、10万人いくっていう。<laughs> まあ秒は盛りすぎですけど、な何分だ ?1 日ぐらいで10万人行っちゃったんじゃないかな、確か。1日2日で。これがまあインターネットの2次曲線ですね。うん これがまあまあ、インターネットの事実というか、真実というか、まあこういうことがインターネットだと起こるわけですよ。だ僕はどうなるかわからないですけども、なんだもしかしたら、そのうち、なんかの子、跳ねるかもしれないですね。ただ僕の場合はちょっとね、YouTube のシステム使ってないんで、コメント欄とか評価使ってないんで、あんまりリーチいかないんで、なんとも言えないですけど、 ただまあ、十、これから十年、二十年続けていったら分かんないですね。うん。でもそこは僕は忘れてる。<laughs> ね。忘れてます。<laughs> まく。日々、日々やるっていう。全く気にしてないですね、うん。日々やる。日々目の前のお客さんにセールする。日々目の前のお客さんの疑問に回答していくと。もうこれを積み上げていくと。うん。ひたすらです。ひたすら。がむしゃらに。 無の境地ですね久保さんの動画に関しても、来たら返す。来たら返す。雨が降ったら傘を差す。久保哲郎から来たら返すっていうね。<laughs> ひたすらですよ。ひたすらですね。まあ、あの、億万長者のオチはね、あのー、結局僕たちが億万長者になってたねっていうオチになるとは思いますけどね。<laughs> 久保さんね。 これも多分ね、まあ、これは別に僕、気にしてないし忘れてるんですけど、まあ、多分、最終的には10年後、20年後、30年後、分かんないですけど、久保さん、結局僕たち億万長者になっちゃいましたね、みたいなね、僕たちの合宿っていつまで続くんですかね、みたいなね <laughs>、なんかその話、そうですね。もしくはなんか僕がね、あのもうお金あり余って大豪邸に住んでるかもしれないですね。 久保さん、億万長者のやっぱ印は大豪邸でしょみたいな。買いましたよ。みたいなね <laughs>。まあ、固定費上げないって決めてたんだけど、ちょっとあの、これ事務所にします。みたいなね <laughs>。税金対策でね。なんか、はじめ社長も3億円のね、豪邸買ってましたけど、あれ多分事務所にしてると思うんで。そう。事務所兼家みたいなね。そう。いやー。 ね、久保さん。久保さんも一軒家買ったから僕も一軒家買いました。みたいなね。<laughs> 多分まあなんかあるんじゃないですか。もしかしたら。僕一軒家っていう選択あんまなかったんですけど、なんか今話しててね、なんか未来ができましたね、一個。なんか、20年後とか、なんか、久保さんも家買ったから僕も買いましたよ。みたいなね。<laughs> 現金一括で。みたいなね。面白いですね、久保さんね。うん、ただまあやるべきことは、やることは、 ただ返すっていう、ね、難しいっすねこの哲学というか思想というかこのロジックはうんこれを腑に落とすというかまあそういうもんだよっていうのがまあ結局まあこういうのもまあ僕はこの本の帯を見た瞬間、まあ、知ってるわけですよ、ね、あっこれ久保さんやみたいな <laughs> 久保さん言っとったなみたいなね <laughs> でも知らない人は買いますよね僕は知ってても買うんですよ面白いですよねどうですか 多くの人はね知らないから買うんですよ。でも僕は知ってても買うんですよ。<laughs> 何なんでしょうかねいってらっしゃい。